パリミツコシショウウィンドウは、商店、百貨店などの店頭に設置された、ガラス張りの飾り棚。陳列窓とも呼ぶ。通行人を引きつけ、購買意欲を高めるのが目的。英語では、ディスプレイウィンドウと呼ばれる。衣料品販売では、マネキン人形が陳列される場合もある。また、ショウウィンドウを見て楽しむことを、ウィンドウショッピングという。 商品を店の窓で展示する行為は、ウィンドウドレッシングと称されるが、この表現はまた、展示されている商品のことを指す場合もある。修辞技法の観点からすると、ウィンドウドレッシングは、良い印象を与えようとして行われる何らかの行為の、ことであり、時として、何らかの意味で不正直な、欺瞞的なものを示唆することもある。その店の従業員でなく、陳列、 空間演出を外部の専門職、ディスプレイデザイナーに依頼する場合もある。日本のコンビニエンスストアにおいては、路面側向きの最新雑誌のゴンドラ陳列が、小ウィンドウ的な役割を担ってきた。しかし、その効果に関しては、疑問の声も上がっている。ガラスへの映り込みを良しとしない考え方もある。その場合、低反射ガラス、無反射ガラスや、 それよりもローコストな反射防止フィルムを導入している店舗もある。なお、朝鮮民主主義人民共和国のピョニアンのように都市に対するショーウィンドウ都市という比喩表現がある。ショーウィンドウの原型となった最初の陳列用の窓は、個人的消費の水準が急速に高まっていった18世紀後半のロンドンに出現した。 この新しい小売りの手法を最初に試みた一人は、小売り商人、フランシス・プレースで、彼は、チャリングクロスで営んでいたテーラーの店の前面に、大きな、板ガラスを用いた窓を設置した。これには、多くの非難も出されたが、プレースは回顧録の中で、ウィンドウからより多くの商品を販売することによって、給与を支払っている職人の賃金や、 施設維持に必要な経費などがまかなえたと記している。アメリカでは1898年に全米窓業者協会が設立され、専門誌、座礁はウィンドウも創刊された。日本の三越は1903年に土蔵作りだった和風建築を改造して、ショーウィンドウを設置したという。1915年にはウィンドガ法というショーウィンドウを専門に扱う。 月刊誌が創刊された。ありがとうございます。